まだ俺のバトルフェーズは終了してないぜ。どうも、関東クラシック残すところあと何、ちょっとわかんないですけども、今日も頑張っていきたいと思います。ダイナソー小吉です。そうね、まあ何も言うことはないですよ、今さら。今しばらく、お付き合いくださいということだけお伝えして、この場は、お納めいただきたいと思います。それでは対戦の方へどうぞ。頑張ります。はい、ゆうたさん対戦よろしくお願いします。さてやっていくか。関東カップ3日目つってね。相手かなりこれは強いな。ダース、パル、ピクシー、海流、怪力、プテラか。非常に、強いですね。非常に強いですけど、これをどうしよっかな。まあプテラしかないよね、初手はね。サンダースで来るかな、初手。初手はプテラなんですけど、相手サンダースで来るだろうか。サンダースで来たら追い風を巻きたいな。追い風を巻ければ、なんとかいける気がする。やばい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 、危ない危ない危ない。これで行きましょうか。そうね。怪力はもちろんマタドガス、まあ、怪力は何でもいいな。スターミーでもいいな。パルシェンはレアコイル、ピクシーはカビゴン、怪流をマタドガスだな。マタドガス、さて追い風を巻くか巻かないかだな、これな。巻こうっつったんだけどさ、この10万ボルトを耐えて地震で落としても後にプテラーを出されると素早さで負けているので、ステロが負けないという状況にはなってくるので、追い風優先かな。まあ10万耐える前提でことを進めるとそうなってくるけど、ステロ巻いておきたいんだよね。地震かな。わかった。10万読み地震。オッケー。これ耐えて、耐えるやろ？耐えるやろ？よーし！耐えて地震で。さあ、突破しよう。で、おそらく神速海流か、プテラを出す。強いのね、あなたね。あなたもなかなか強いわね。あなた、それね。そうっすか。そうなってくると、非常に、厄介ポケモンのサンダースでございますな。なるほど。まだカビゴンで受けましょう。追い打ちで狩ろう。狩れるか分かんないけど、ちょっとステロ巻きたい。絶対にステロは10万、どれだけ入るか。なるほどなるほど。ここ引いてくるかな。居座ってくるとしても追い打ち安定なんで、まあダースはさすがに厄介なんで始末しておきたい。追い打ちボルチェンか。ボルチェンって追い打ち決まるでしょ。追い打ち決めて、よし、ダースは確実に勝っておくと。むむむむ、怪力かな。怪力か。ここで怪力来るとなると、なんか相手強そうだからな。読み読みでなんかしてくる気がしないでもないんだが、
まあ、してくるとしたら、独独か、まあ、それとも積み技か、まあ、スターミー読んで雷パンチ、考えられる。マタドガス読みでもエッジぐらいか。そうだな、海竜をどうするかなんだけど、海竜をどうするかだな。ちょっち、マタドガスがいなくなると海竜きつい。ただそんなことは言ってられないので、雷パンチが来るのが恐ろしいのでマタドガスに変えよう。バックパンか。素直ですね。素直。ただ痛いですね。普通にね。普通に痛い。混乱なんでね。まあ、ここは、相手としては引くところではないんじゃない、相手としては引くところなんじゃないでしょうか。そっか。仮に引いてきたとしても、引っ張ってきたとしても、おそらく引くと思うんですけど、鬼火警戒なんでおそらく。だとしたら、プテラーか、ピクシーかパルシェンか、海竜かっていうと、まあ、ピクシーあたりかな。出しづらいんじゃないか、ピクシーも。それだったらプテラーかな。じゃあ鬼火でいいんじゃないかっていう。居座ってくる。まあいいでしょう。動いてくれ、お願いお願い、急所マジで、ついてない。よし来た、鬼火取って、鬼火が取ればこっちのもんですよ。さすがにこうなってくると、またドガス取っておくのは難しいかな。激鱗は受けれないからな、こんだけ減ってると。ただ海竜を止められるのはマタドガスしかいないんじゃないかっていう説があるからな。まあいいわ、痛み分けしよう。なんとか動いて、おっと引っ込めてくる。これは美味しい可能性もある。プテラか。これ動いてくれれば、溶けろ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 、あれくっそ、動け動け、いやー引けばよかったかな。コステロかな。ステロかな。岩なだれだったら耐えるか。でも後出しできないんだよな、どいつもこいつも。マタドガス頑張れないかな。岩なだれ耐えて、痛み分け、まあ、ステロしてくる可能性も十分あるから、てか多分挑発か、多分挑発だな。挑発の方が可能性的にありそう。つうことはスターミーか。スターミー役割が、今となっては薄いかもしれん。挑発。このプテラさえ突破できれば、ステボが負ける。プテラか。まあ引いてくるだろうけど、相手の後ろにある程度サイキネは通るっちゃ通るけど、ピクシーだったら後出しすればいいし、海竜だった場合ね、少しでも削っておきたいんで、サイキネ連打でいきましょう。これは耐えてくれなきゃ困るよ。あー、ストーンエッジか。ストーンエッジは結構、辛いな。普通に攻められると、どうしよう。どうしようか、これは。エッジ外し、それともステロはもう諦めてプテラを捨てるか、それともマタドガスを捨てるか。ただパルシェンにレアコイラ取っておきたい。
あれと役割が薄いのはカビゴンだから、うーん、カビゴンでプテラをなんとか処理できるか、そうするしかないか。スタミーは必要か。プテラとスタミーどっちが必要だ。またドガスト、時間がないので居座ります。はぜ、よっしゃー来たー、よし来たー、よしよしよし、いけ、なにー、行かないだと、くそー、行かないか行かないか行かないか、こうなってくると、こっちの先制技がないのがかなり効いてきてますね。先制技は間違いないのが、スターミー捨てで、またドガスエッジ耐えるかな、まあ、このダメージだ、スターミーがこのダメージならまたドガスエッジ耐えそう、耐えるのかな、カビゴンとまたドガスどっちがエッジ耐えるかな、エッジ残してカビゴン残してまたドガス、うーん、カビゴンにかけよう。スターミーは死んでもいいや。はせ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 、よっしゃふふ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 ふ、運も実力のうちってな言うだろ、手繰り寄せたんだ気持ちで、粘りだよこれが。海竜か、相手としてはもうステロはないから、スターミーの存在意義はあまりないですね。もうここは竜舞を積みに来たって顔してますよね。ただサイキネで削ることで、あれなんだよなぁ、レアコイル、バタフリいらねぇ。レアコイル。自己再生？自己再生しても、ユーマイ。これ最近で削っとくのが、D 下がってくんないかな。おそらくリュウマイだと思うんだよね。急所、美味しい。リュウマイ。なんで、ここはレアコイルで、なんとかするしかないな。レアコイルでなんとかするしかない。リュウマイ読んでたんだったらレアコイル出しておいた方が良かったか。いや、一概には言えないんじゃないか。スターミー残すか。こうなったらもうプテラいらない、ステロいらないな。プテラを大事に取っておいたけど、おっ、ただプテラは抜いてないだろうな、プテラは抜いてないんだろうな。自信か、抜いてないだろうな。もし抜いてたら、なるほど、神速か、まあ神速だよな、抜いてるとかじゃないか。そうさな、地震、またドガスで激輪を固定させてレアコイルしかないかな。
あのね、パルシェンがマジでどうしていいかわかんない。パルシェンがマジでどうしていいかわかんない。こうなってくると、ただレアコイル行くしかないか。行くしかないもんな。ただ地震だろ。だったらまたドガス行って激輪固定させて、激輪を固定させるしかない。激輪で死ぬし、なんかドラクロではないよね。甘えてないね、そこはね。うん、まあそれは激輪だろうよ。激輪固定させてからレアコイルで、電磁波入れて、電磁波入れてだな、とりあえずは。まあどうだろう、新速で、あ、でもあんまり効かないね。そんなに永遠に冴えてないのかな。だとしたら、混乱しないか、混乱シュナイゼルか。混乱シュナイゼルですか。マヒレ、マヒレ、バグレ、運を味方につけろ、運を味方につけない。まあレアコイル仕事したと言っていいんじゃないでしょうか。神速だろ。パルシェンはなんとかカビゴンで止めれる気がする。スターミー自己再生しておくか。いや、必要ないな。さすがにそれは甘えすぎだ。やめてくれ。よしよしよし。まあパルピクシー怪力パルか、パルか。パルの上から眠り子の当てたいが、ここでパル、ここでパル再起ね。からやぶしてくんのかな。からやぶしてきたら、からやぶ、からやぶ、ここで破られたらもう負けなんだよね。勝ち筋は再起ね急所か、小さくなるか、小さくなるで2回避ける、再起ね急所。まあ勝ち筋としたらそうだな、再起ね急所か、小さくなるか。小さくなる、厳しいっす。からやるだろ。まあ2回避けるって言ったけど、1回避けるでいいんだよ。1回避けて再起ねで落とすってことにしよう。D ダウンだろ？ D ダウンの再起ねで落とせるって絶対。いける！夢は叶うよ。夢は叶う！あー！よっしゃー！よーし！いけー！いけー！倒せ！よし！信じれば夢は叶うんだ、あいつか。あ、思い知ったか、てめえこの野郎。てめえこね、てめえこの野郎。どうしよっかな。カイリキーに、スターミア取っておきたい。バタフリー生贄で、カビゴンだな。これは、これは、あ、呼吸が、呼吸ができないよ。電磁波か。
球の方がちょっとおぼつかないよ。天然だからな。それ全然当てるわな。眠り粉。ムーンフォは耐える。眠り粉当てちゃえよ、もう。当てちゃって。当てちゃいなよ、お兄さんということで。とりあえずもう、もう訳しないんで。バタフリー、さざめき当てていきましょうか。さざめきは、今一つか。夢食い。蝶の舞して粘れるか、ここ。蝶の舞してピクシーに対して。夢食い、一回当てたい。蝶の舞夢食いで、3割ぐらいは持っていける気はするんだよね。そんぐらい持っていければ、バレパン耐える。と、読むね。エッジかい？うん、まあ、ここは捨てだな。リスクは負えませんよ。普通に捨てる。見捨てる、普通に。でしょ？まあ、スターミーでもよかった、変えてもよかったけども、変えた方がよかったかな。スターミーで、最近で押すでしょ、こんなもんは。こんなもんは押す以外ないでしょ。自己再生なんて甘えた行動は許さない。たとえおテントさんが許しても、この俺が許せん、ロロダルダルダ。持っていく。よし。さて。あとは再起ねで削って、のしかかりだな。いや、この試合は運だけで勝った。運だけで勝ち筋を思いっきり、待て、まだ勝ったとか言うんじゃない。まだ笑うな。まだ笑うな。カビゴンののしかかり、カビゴンがのしかかるときに勝ちを宣言しよう。まだ笑うな。月の光出んじゃん。ほう、笑うな。月の光か。それ焦ったな今な。帰ればよかったか。いやでも攻撃が来たらと思うと、ここはいいよ。スターミー捨てで、スターミー捨てだな、うん、スターミー捨てで急所。じゃあスターミー捨てでできるとこまで粘りたいっていうのがあるが、次月の光だから自己再生しとくか。とりあえず我慢比べ。ムーンフォーをね、ムーンフォーをカビゴンに当てられると、きついので、居座ります。再起ね。ちょいと動けない。再起ね。自己再生。あえて降参してくんないかな。まあ、勝ち筋あるからな、相手はな。特攻下がるか。そうだな。落としてもらうのが一番いいが。まあ、粘ろう。相手のムーンフォースを枯れさせたいっちゃ枯れさせたいし。相手月の光だと思わせてムーンフォしてくる可能性があるから、さすがに変えないでしょ。でまあカビゴンでムーンフォ耐えて、それか電磁波だから多分、おそらくムーンフォよりは電磁波のはず。電磁波をかいくぐってのしかかりをしたら勝ちを宣言しよう。
ユータ。お前はよくやったよ、ここまで。俺相手にな。何？月の光だと？くそ。マヒレ、ユータはモンハンでもやってろ！のしかかり。やばいね。やばい。やばいね。地割れしかないな。これは勝てない。そう、勝てる気、勝てない、勝てない、勝てないだと？この俺が？甘かった。のしかかり、効かないか。そうだよ、HB ぶりだもんな、普通はな。スターミー。変えるべきだったかっつってもな、スターミーじゃ、スターミーでもうちょっと粘るべきだったかな。いや、しのごの言う、言うな。当てりゃいいんだろ、ジワレ。当てりゃよ。見せてやるよ。ユータに俺の、実力を。どこまでその、強がりが続くかな。これが、ポケモンの醍醐味だ。もしかかりねえだったかな。耐えて耐えて耐えて、お願いお願い、耐えて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 。悔しい。え、スターミーをもうちょっと粘って、スターミーもうちょっと粘っておいて、カビゴンに帰って自然回復で麻痺。もうちょっと粘るべきだったな。粘れたなぁ。ちょっと勝ちを急いだか。いや、久しぶりだ、こんな悔しいのは。ポケモンバトルで。